はい、豊玉です。今回の動画はですね、ピーキングについてお話ししてみたいなと思います。ウェイトリフティングにおけるピーキングっていうのは、まあ、何を大事にしたらいいかっていうと、瞬間的な筋力発揮なんですね。短い時間でより高い筋力を発揮できる能力っていうものが必要な競技なんですよね。どういうことかっていうと、バーベルを持ってよっこらしょーって持ち上げるって生の力で上げてたら、到底ウェイトリフターが上げてるような重量って上がらないんですよね。でなんで生の力で上げれないような重量物っていうものを頭上に捧げることができるのかっていうと、バーベルをふって放り上げることで、その下にパッと入って支え直す。でそうするとよっこらしょってここまで持ち上げられなくても、ふって跳ね上げたところで入り込めば支えることができるじゃないですか。そうやってよいしょって持ち上げれば、こう持ち上げられなくても捧げることができますよってことになりますよね。まあ、そこに必要な能力っていうのが、短い時間でバーベルを加速させていくための爆発的な筋力発揮ってことになるんですよね。その能力っていうのは、レイトフォースディベロップメントなんていう指標で表されます。 RFD なんて書いてあったりするものを見たことある人もいるかもしれないね。まあ、より短い時間で自分のポテンシャルいっぱいの筋力っていうのを発揮できる能力だと考えてください。それが高ければ高いほど、バーベルをふっと浮かせることができるわけですよね。ゆっくりだと離せば一緒に落ちてくるわけだけど、ポンって引き上げれば、プッて浮いてくるでしょ。と離してる間に浮いてるから、自分が入り込む時間ができるわけですよね。なんだけれども、僕らの筋肉っていうのは、そういう収縮の仕方、力の発揮の仕方って本来苦手なんですよ。どういうことかっていうと、筋肉を収縮させようと神経からね、脳からね、命令を送るでしょ。っていうと、筋肉はですね、徐々に筋力を高めていくんです。筋肉っていうのは筋繊維が集まってできてるでしょ。で、その筋繊維に神経がつながって、神経から命令がいって収縮するわけですけれども、その神経っていうのはもう無数に枝を広げているんです。同じ筋肉の筋繊維の中でも大小のグループを作って神経がつながっていってるんですね。例えば10本の筋繊維の束があったとしますよね。でそこについてる神経ね、このカップリングっていうのをモーターユニット、筋単位っていうんですね。で1000本のものもあるわけです。大きいモーターユニットと小さいモーターユニットっていうのが混在してるってことになるんですね。で力を入れよう、筋肉を縮めようってなった時に、脳から神経を通って命令を出しましたっていうと、小さいモーターユニットから働き始めていくんですね。だから力の発揮としてはいきなりコーンっていかないで、徐々に上がっていくってことになるんです。だからこれだと困っちゃうんだよね、ウェイトリフティング的には。だから瞬間的に力を発揮するっていうことは、まあ、本来苦手だった太い大きなモーターユニットから発火させるか、もしくは大きいのも小さいのも一緒に発火させるかっていうようなね、そういう適用をしなくちゃいけないということになるんですね。どっちかというと後者だね、をウェイトリフティングでは導き出すっていうのが、まあ、真骨頂だと思います。その辺はですね、ウェイトリフティングのフォームと、その上げる時のリズムに秘訣があるんですけれどもね。バーベルを膝上まで引き上げるフェーズっていうのをファーストプルって言います。この時にはね、力の立ち上がりっていうのはこうなだらかでいいんですよ。でそこからバーベルをね、体の中心にスーッと引き寄せていく瞬間があるんですけど、この時に膝見てもらうと分かると思うんですけど、膝が少し曲がっていくんですよね。そこから今度は足全体をガンと伸ばして、セカンドプルっていうのに入るんですね。エクスプロージョンとも言います。爆発的にバーベルを引き上げていくフェーズに入るわけですが、この膝が曲がるときに何が起こるのかっていうと、伸長反射っていう反射が起こるんです。この伸長反射って何だっていうと、筋肉が不意にギュンって引き伸ばされると、自分を守るためにグッて縮むっていうような反応が出てくるんですよ。これはね、脊髄を介した反射で、すごく速いんですね、収縮がね。しかも強い力が出てくる。
なんでかっていうと、膝が曲がってくるっていうことは、そこにつながってる四頭筋の繊維たち、毛体たちは全部均等に引き伸ばされるからなんですよ。全部の繊維が同時にギュンって引き伸ばされて、それに対して反射的にやべえ、守れ、縮めっていうような命令が出てくるから、グンって全部が縮むっていうと、大きいユニットも小さいユニットも全部がボーンって瞬間的に縮んでくるってことですね。というと、出せる力っていうのは意識的に縮めようってやった時よりも 1,2 割大きな力が出るって言われていますね。で、その身長反射による瞬間的な爆発的な筋力発揮というものを磨き上げていくっていう作業がウェイトリフティングにおけるピーキングということになります。で、前回の動画でもちょこっとお話したんですけれども、大学重量挙げ部のメディカルトレーナーをやっていた時にですね、大学生に協力してもらって、この爆発的な筋力発揮に対して神経系統がどれぐらいの期間で適応していくのかっていうのを調べてみたんですね。バーベルに、速度計をつけて、バーベルの移動速度っていうのを測る。その機械っていうのは、バーベルをポンって上げるたんびに iPad に今秒速何メートルで引きましたよっていうのが表示されるようになってるんです。その表示される数字を見ながら、もっと早く、もっと早くっていう意識づけで、練習をさせるんです。種目は何をしたのかっていうと、バーベルをですね、ちょっと台の上に乗っけて、そこからバンって引き上げるボックス練習を、種目として選んだんですね。で、そのボックス練習っていうのが一番その爆発力を養うのにいいと考えられている、種目なんですよね。で、それに対して意識づけ、意識性の原則って言いますけれども、より早く、より短い時間で強い力を出すんだ、出すんだ、出すんだっていう、動機づけで、練習を重ねていくと、どれぐらいでバーベルの加速というものが変わってくるのか、そこに着目していこうってことです。で、4人か5人手伝ってもらったんですけれども、とてもスコアの高い子もいるし、そうでない子もいるし、重量級も軽量級もランダムに選んだんですよ。みんな13日目でスピードがクンって上がるんですよね。もちろん他の練習もするんだけれども、その試みっていうのは必ずルーティンでやってもらったんです。で、13回目になるとみんなその秒速何メートルっていうのがプッと上がるんですよね。で、その後7回の練習までその爆発力が高まった状態が維持されたんですね。ということで、僕自身もそれに習ってトレーニングをしてみようっていうのが今回の、試みだったわけです。結果としてはどうなったのかっていうと、13回目で確かにね、バーベルは高く上がってきたんですよね。あ、軽くなってきたなってね。まあ、出力の高まりというものを認めてから7回まで、猶予があるとは言っても、7回目を大会に持っていくのってリスキーじゃないですか。果たしてそこまでね、大学生と同じだけの持続力があるのかっていうのは、そういう心配があった。だけれども、まあ、実はね、これちょっと言い訳になっちゃうんだけども、まあ、考えるとね、考察するために条件としてお話しするんですけれども、6月の後半にですね、僕コロナになっちゃったんですよ。で、結構まあ熱も高く出て、3日ぐらいは伏せてたかな。コロナの後遺症の中でですね、筋力低下っていう項目があるんですよね。あんまりそこを僕は気にしてなかったんですけれども、トレーニング再開してみたら、スナッチもジャークも10キロ落ちてましたですね。で、時期に戻るだろうと思ったんですけれども、一向に戻らなくてですね、1ヶ月ぐらいはもう本当、まあ、さんたったるありさまでしたね。で、よし、ピーキングしようってなってきたところで、まあ、徐々に上がってきたは来たんですけれども、やっぱりね、そのコロナになる前よりも、まあ、重量は低いまんまでしたね。はい。まあ、どうしてもね、より重い重量でね、第一試技を組みたかったもんですから、まあ、だらだらとね、出力の高まった日数というものを食いつぶしていったんですね。で、6日目がですね、まあ、前回の動画を上げた日だったんですけれども、すげえ軽かったですね。もう、びっくり。ね、これ今日大会だったら自己ベスト更新しちゃうだろうなって思うぐらいですね。でも、ピークアウトすることが怖かった。ピークアウトって何かっていうと、種目をするための運動回路があるでしょ。で、その運動回路が疲労困憊してしまうと、当然出せる力が落ちるじゃないですか。で、そういった意味で神経系統が過労に陥ってしまうのを怖がってたんですよね。
でそうなってしまわないようにということで第一試技プラス3キロぐらいなイメージで上げて終わったんです。ただねその時に余計なことしたんですよね。あの取りたかった重量っていうのがスナッチはね80キロから先、試合のベストは75キロ、練習ベストは78キロなんですけれども、まあ、78キロ取ったのはもう3年も前だからね。あら最近直近で取ったのは75キロがせいぜいなんですよ。でそこからもう一つ上を目指したかったんですね。クリアンドジャークは100キロは取ってて、でその先を取りたかったんですよ。だからね、まあ、それこそ爆発力を高める種目としてあのハイプルっていうのがあるんですよね。バーベルをパンって弾き上げて胸の、まあ、喉元までって言ったらいいかな、パッて引き上げて戻すっていうような練習があるんだけれども、それをねあのやってしまったんですよね。考えてみればあの非常に神経系にはストレスの高い種目だから、ピークアウトを懸念するんだったらやるべきじゃなかったんだけれどもね、まあ、その日やってみた感触としてはパッと引いてみたらまあ軽いですよね。まあ、105キロぐらいまでは楽に引けそうだなっていう実感がありましたですね。ああこれ余計でしたね本当ね。でそのピークアウトしてたかどうかっていうのはピークアウトしたての時には分かんないですね。なんでかっていうとなだらかな筋力発揮のところでは気づけないんですよ。瞬間的な筋力発揮のフェーズに入るっていうのはセカンドプルからなので、そこに入るまでちょっと気づかない。しかもあの軽い重量だとあんまり分かんないですよね。当日、まあ、モビリティは完璧、疲れ抜きも完璧だから体としてはこれ以上ないぐらい調子良かったんですよ。でアップを始めてアップの終盤も終盤になってようやっと気づくんですよ。あ、浮いてこないってね、バーベルが全然浮かないってことに気がつくんですよね。頭の中真っ白ですよ。まあ、頭の中に唯一出てきた言葉ってのはピークアウトっていううちでしたね。はい。でもそれでもなんとかね、興奮状態に自分を追い込めば上がるかもしれないって考えたんですよね。実際非常にあのコンディションの悪い選手がですね自己ベストを更新するようなケースっていうのも過去を見てきてます。カノの選手があの高熱を発していながらも、銅メダル取ったんだったかな、そんなのありましたよね。だからそうやってねあの追い込まれると人っていうのは梶原の力バカ力っていうのかな出したりするわけです。そういう、ね、リミッターが切れる瞬間っていうのをなんとか作れないかなってことを考えながら、まあ、準備を進めたわけですね。自己ベスト更新を狙いたいという欲があったんですけど、まあ、ピークアウトしてしまったらそれも危ういし、僕の、まあ、対戦相手ということですよね。スナッチ強いんですよね。でかつあの前回僕が勝ってるもんだからリベンジに燃えていてですね、どうなるか分かったもんじゃないっていうような状況だったんですよ。にましてピークアウトですからね、まあかなりやばいっていう状態だったです。まあ、本当に辛くも1キロ差で今回はまあ勝つことができました。まあ、自力がね上がってたからピークアウトしててもなんとか戦えるぐらいの重量は使えたっていうのが今回助けになった部分ですね。まあ、今回ですねピークアウトをしてしまった結果っていうのは残念なことではあるんですけれども、一つこれではっきりしたことがあるんですよね。あの神経系統が高い出力をわーっと出せる時期っていうのを迎えるわけですよね。それっていうのが大学生は7回まで続くっていうのが分かったわけじゃないですか。じゃあ50前のおっさんはどうなんだって話ですよね。到底大学生と同じようにはいかなかったってことが分かるわけですよね。段数 6発だったってことが分かったわけですけれどもね、来年、まあ、試合をするってなったらもっと少なくなってるでしょう。まあ、トレーニングによってそこはひっくり返せる要素かもしれないんだけれども、まあ、その神経のね、耐久力っていうのは下がってくるっていうのを前提にピーキングを考えなきゃいけないなっていうのが、今回の、まあ、収穫でしたかね。はい。だからね、これを見てるあの、まあ、マスターズの方々もですね、あのピークが入った、シャフトが浮き始めたって言ったら指折り数えて6回か5回かぐらいしかチャンスはないっていうふうに覚えておいていただきたいですね。
まあ、その1回入ってしまったクロックアップしたような状況っていうのは出力自体をマックスでバンバンバンって出すようなことを7回やっちゃえばあっという間に打ち尽くしちゃうわけだけれども、バーンって言って次の練習ではテクニック練習に変えるとか、まあ、スローリフティングでも、まあ、80%90% ぐらいまでに抑えておくとかね、95% から先をこうバーってつくようなことをしなければおそらくは持つはずですね。まあ、私自身もそういうさじ加減をして、での6回目っていうような計算でしたのでね、そこら辺っていうのは一つ参考にしていただけたらなと思います。でですね、大会の方なんだけども、ちょっとこぼれ話的に聞いていただけるとありがたい。ウォーミングアップするじゃないですか、ね、ウォーミングアップしてたらまあ、調子は良かったんですよ、動きは良かったんですよ、ね、体はもうめっちゃ動くだけれども、まあ、後半浮いてこないっていうような事件が、でそこで我を失うわけですよね。でいろんなことをこう余計なことを考えちゃうんですよ。いろいろ迷いながら、プラットフォームに上がっていって1本目当然失敗するんですよ。まあ、なんで当然失敗なのかっていうと、僕らの脳っていうのはですね、考えれば考えるほど何かをこう注意してこう意識すればするほど出せる出力が下がるようにできてるんですね。どういうことかっていうと、物事を考える脳っていうのは前頭葉なんですね。で前頭葉の少し後ろの方に運動野っていうのがあるんですよ。で脳っていうのは一部の脳を使うとその周辺の脳は眠らせるっていう周辺抑制っていう仕組みを持っているんですね。だから迷っている考えていることが多いとその分だけ運動野、こうやって動きなさいよって命令を送る側の指令系統は働きを弱めてしまうんですよ。当然強い力なんか出なくなるんですよね。だからね、もううまくいこうがいく前が腹くくってもういつも通りだっつってパーンっていくぐらいじゃなくてはいけなかったんですよね。はい。まああとね、すごくネガティブに追い込まれるっていうと、まあ失敗しやすい、失敗を前提とした立て直しっていう運動プログラムを、先行させてしまう、優先させてしまうから、まあ一番いいフォームにはならないんですよね。だからね、なるだけ楽しく行った方がいいです。で前向きに、ポジティブに、事象を捉えて、その試行錯誤に移った方が、いい結果が出ますね。はい。で、まあ、2本目っていうのは、なんとか70取れました。まあ、それはそうですよね。もう吹っ切れちゃうんですよ。もうどうせ失敗しちゃったし、ね、自己ベスト更新の挑戦もないし、ってなところで、ね。まあ、あるとしたら、相手との綱引きに集中するってことになるわけですよね。で3本目やっぱり中途半端だったんですね。相手は72キロを上げてきたんですけれども、まあ変な自信があったんでしょうね。75キロは試合で上げてるからってところで75キロコールしちゃったんですよ。で失敗したんですね。そらそうだ、ピークアウトしてんだからバーベル浮いてこないですよね。全然浮かなかったですね。で相手は75キロ取って、まあ、5キロの重量差リードを許して前半戦が終わったわけですね。でもう意気消沈で、まあ、ウォーミングアップ場に戻っていったんですね。そしたらね、嫁さんが声かけてくれたんですよね。アップ場まで入ってきてくれて、どうしたの、楽しんでる、楽しめてないんじゃないの、いつもはもっと楽しそうにあげてるよ、久しぶりの大会なんだから楽しまなきゃ損だよってそんなようなことを言ってくれて、でなんかデカビタシーみたいなのをくれてね、いやこれ炭酸物をプレゼントかと、一応気持ちだから飲みましたけどね、まあ、ベルト締めてあげたらなんかボッて出そうでしたけどね、まあ、そんなこんなで嫁さんに、メンタル面支えていただきまして、そうそうそう3年ぶりの大会だもんねって、まあ、楽しまなきゃ損だってことで思いっきりこう切り替えてね、後半戦臨むことができました、ね。まあ、後半戦もね、やっぱりうまくいったかっていうと、まあ、かなり際どかったですね。重いというよりは浮いてこないって感じですね。シャフトどんなにやっても低いんですよね。まあ、いつもだったらパチンって入るところが入らないって感じだったんですよね。で、まあ、相手との駆け引きっていうのをなんとか、制してですね、93キロ1本だけ取って、なんとか優勝。でその後ですね、何が残るかっていうと自己ベスト更新への、ね、挑戦というのが、まあ、楽にできるわけですよ。もう負けないからね。だから何をやるかな、もうピークアウトしてるからもう目はないっていうところでもあったんですけれども、まあ、アップセットとして、
とりあえずあの100以上上げたかったから95キロ2本目で上げてみようって言ったらやっぱり上がってこなかったですね。でそれでもね、100キロ以上上げてみたいなって、まあ、手はつけてみたいなと思ったので、その条件で上げるためには何ができるかって考えたんですよね。神経系統の働きというものを一時的にバーンと高められるような、反応ってあるんですよ。例えばわーって大きな声を出した後っていうのは出力がガンって高まったりするんですね。シャウト効果って言います。だからそのシャウト効果を使ってみるっていうのも一つ、あともう一つ異常に興奮するっていうのも一つの手なんですよ。アドレナリンをバンバンに出してしまうっていう方法ね。だからこれは自分をうまく騙せるかっていうなところになってくるんですよね。じゃあどうやったらアドレナリンが出てくるかっていうと、楽しくなっちゃう。僕の場合だったらもうお祭り状態になるっていうのが一つ方法としては考えれたんですよ。どうやってっていうと、自分の気持ちが上がるような重量設定にするってことですよね。でまずとりあえず100キロ、次何キロにするかって100キロお願いしますって言って2回変えられるんですよね。で、まあ、100キロかもう1回取ってるしな、まあ、練習でもまあ何回かはね、取ってるからあんまりこう燃えなかったんですよ。クリーンまではね103キロっていうのがベストだったので、じゃあ103キロをコールしてみようと、すみません重量変更で、103キロお願いします。全然ピンとこないですよね。なんかこう湧き上がるものが全然ないんですよ。これはダメだなと思ったので、あそうだと105キロにしてみようと思ったんですよ。105キロからプレートの色が変わるんです。それまではね赤と緑とカラーとかチェンジプレートみたいな感じだったんですけど、105キロから赤と黄色とカラーになるんですよね。赤と黄色にしたかったら105キロ以上を出さないといけないってことなんですよ。そうだと思ってですね、せっかく嫁さんわざわざ応援に来てくれてたから、かっこいいとこ見せたいなと思ってね、で105キロをコールしたんですよ。もうスカーンですよ。もうね興奮しましたね。でプラットフォームにわーわー叫びながら上がっていって上げてみたと、まあ失敗だったんですけどね。あんだけピークアウトした状態でも一応なんか肩の上にはストンとね触ったんで、まあぼちぼちかなと思います。まあとはいえね、もう重りに押しつぶされて肘が膝につくニータッチっていうのはね失敗ですよね。なんだけどせっかくで、ね、肩の上に乗っかったからなんとか立てないかなってよく書いてみたんです。本当はねすぐにバーベルを離して、まあ、終わらなきゃいけないんですけれども、ちょっとね意地汚く頑張っちゃいましたね。まあ当然足もなくて立てなくて、そこで終わってしまったんですけれども、まあでもそうですね、神経生理学っていうものを応用することでとりあえず105キロを肩の上まで運ぶことっていうのはできるぐらいまでね出力を一時的に上げられたっていうことですよね。こう個人的にはね、神経生理学的な実験としては、面白かったなと思いましたね。でその後ですね、そのピークアウトっていうもの自体が本当に起こっていたのかっていう検証も必要だなって考えたんですよ。で試合が終わってまだ体があったかい、うちにですね、まあ、ひょっとして試合のプレッシャーで萎縮してただけかもしれないとも思えたので100キロに挑戦しました。もう全く上がらなかったですね。はい。で、そこからまあそれでもね、ピークアウトだろうとは思うけれども、そうじゃない可能性もある。ただただ僕がチキンだったっていう話もなきにしもあらずということで、大会から3日後ですね、トレーニングをしましたですね。これはもう普通の練習をしたんですけれども、何キロまで触れるかなってなったら、普段の練習だったら90キロまでは触るんですけれども、80キロでいっぱいいっぱいでしたね。もうどうにも上がらんという感じでしたね。まあ、スナッチもクリーン&ジャークも10キロドーンって普段の練習の、アベレージよりも下がった状態、スクワットもそうでしたね。というところで落ち着いていたのを見ると、やっぱり、まあ、ピークアウトしていたんだなということが、まあ、これで言えると思いま す, です、ね、まだピークアウトの最中ですね、その後2回練習してるんですけれども、若干まあちょっと戻りつつはあるのかなではありますけれども、まあ、全てが重いですね。でこういう時は出力練習ではなくて自力固めをするような数の練習にシフトするっていうのがまあまあ真っ当な方法なので、
普段だったら、まあ、あのスクワットだったら5レップとか、3レップでやっていくんですけれども、今はあの10レップで、セットを組んでます、ね、そんな感じでした、ね。大会をですね、開催していただいたのは秋田県協会の、役員の皆さん本当に、ありがとうございました。もう本当にご苦労様でした。素敵なね、舞台っていうものを用意していただいて本当にありがとうございました。金足農業高校のですね、重量挙げ部の子たちがすごく海外しく手伝ってくれたんですよね。だからウォーミングアップの時なんかにもなぜか番付やって手伝ってくれちゃってですね、あんまりそういうことって経験がなかったんですけれども、まあ、おかげで調子が悪い中でもですね2連覇優勝、することができました。本当に心から、感謝申し上げます。ありがとうね、金足農業高校の皆さんのですね、ますますの活躍っていうのを、心から祈っています、ね。はい。てなところで、今回ですね、大会2連覇だけれども、ちょっと苦い、経験をしてしまいましたといったところで、この動画を締めたいと思います。では、また次の動画からですね、いつも通りの、テーマで、動画を作っていきたいと思います、今後期待ですね、ぜひぜひ、次回からもご覧になってください。ではさよなら。